あ、やっと死んでくれました。よかった。これで私も安心して成仏できます。いや、しのぶちゃんだったかな？かなえちゃん？あら、私と姉さんのこと覚えなくてもいいですよ。気持ち悪いですから、名前呼ばないでください。すごかったね、あの毒の威力。回りきるまで全く気づくなかった。まあそうですよね。あれは鬼の玉代さんと私一緒に作ったものなんですから。玉代？へえ、あの女が。悔しかったですけど、できれば自分の作った毒で君を殺したかった。でももう満足ですよ。鬼の祖先がまだ残ってる。でもきっと大丈夫。仲間の誰かがきっとやり遂げてくれると信じています。ああ、なんだろうこれ、なんだろう。どうしたんですか？今はもうない心臓が脈打つような刻える。これが恋というやつかな。かわいいね、しのぶちゃん。本当に存在したな、こんな感覚が。もしかすると天国や地獄もあるのかな。ねえしのぶちゃん、ねえねえ、俺と一緒に地獄へ行かない？地獄に落ちろ、クッソ野郎。